どうも皆さんこんにちは。今日は2022年の2月の22日ということですね。はい、ちょっと名古屋天気は曇りですね。ちょっと寒いですね。朝起きたら氷点下の気温ですね。まあ大したことないですけど 0.4 度とかですね、氷点下マイナス 0.4 度とかそんなことということでテレビの時に言っておりましたが、寒いですね、寒いの日となっています。早く暖かくなってほしいところでございます。さあ、車両区に行きましょう。今日は2月22日というか2が、ね、6つ並ぶ、ね、日でございまして、各鉄道会社はですね、記念切符との発売を、ね、たくさん行っておりますね。さあ、車両区ですね、この辺り、量産先行車が2両、ね、なっております。これも別の車両になってましてね、名古屋駅側が赤シートですから多分、85系のキスバンダイかな、それが、いると思いますので、ちょっとまた分かればまた見ていきたいと思います。さあ、左の名護、ちょっとね、番号ちょっと曇ってて間違ってたらごめんなさいってことなんですけどね、南紀号の方は近いものですからね、かなり確率の、高い形で合ってると思います。本日も左1号は6両編成、左11号は4両編成でですね、高山で乗り換えのパターンですね。そんな形でございます。11番線から列車が発車します。まだね、雪の影響が多分ね、残っているような感じですよね。11号が4路編成高山で乗り換えというようなパターンでございます。さあ、飛騨、これは5号ですね。飛騨古川行きを今撮影をしております。はい、こちら量産先行車キロ84の位置、それと11番線にね、雪の塊が落ちてまして、雪は降ってませんので、何かの列車から落ちたでしょうかというところね、結構等間隔で落ちて、いました。なので、列車の連結部分とかそういうところから落としたんでしょうか。ね、まだまだ雪がたくさん残っていることを物語っているような感じがしております。さあ、南紀2号ですね、だいぶ上の方のあれは何でしょうか、エアコンのところでしょうか、ね、なんか音が入っておりますが、そのところ動画終了で最後までご視聴いただきありがとうございました。またお願いします。